こんにちは、夕刊ネット IB です。本日は IB 事業部の近藤が宮城県気仙沼市で建設中の三陸沿岸道路についてお伝えします。1月23日に東北のインフラ復興状況取材の一環で気仙沼市を訪れました。現在建設が進められております三陸沿岸道路の建設予定地と供用が始まっている三陸道の一部である唐桑道路を取材しました。三陸沿岸道路は青森県から宮城県の太平洋沿岸を結ぶルートで、完成すれば全長360キロの高速道路となります。現行の国道45号線よりも内陸を走ります。現在工事が行われている区間はいずれも山間地沿いです。今回の取材で気仙沼湾に面した橋の建設予定地を撮影しながら歩いてみました。周囲には打ち上げられた漁船がそのままになっており、現場予定地は津波で流された泥で覆われていました。昨年8月に国土交通省が発表した三陸道の整備計画の中で、気仙沼湾をまたぐ橋はベイブリッジ構想として注目されています。完成は10年後の予定です。また唐桑道路は三陸縦貫道の一部で、国道45号線よりも山間地を走行し、陸前高田市へ抜けるルートであります。全長3キロで、事業化が遅れていた質川インターから陸前高田インター間で先行着工されています。唐桑道は霧立トンネルというトンネルが2039メートルと、全長の3キロのうち3分の2を占めています。唐桑地区はリアス式海岸の小さな入り江に集落が点在している地区で、今回の震災では津波が襲い、満潮時には道路が寸断され、高齢者も多いため物資が行き渡れないなどの状況がありました。震災前に開通した唐桑道路は津波の被害を受けることはなく、孤立した唐桑道路に物資を運ぶルートとなり、地元では命の道路と呼ばれています。今回気仙沼市役所と国土交通省東北地方整備局仙台国道事務所からもお話をお伺いしましたが、震災で仙台東部道路が防波堤の役割を果たし、津波を止めた経緯から、道路が多重防御としての役割を果たし、避難先としても機能する側面があることを強調され、自治体が進めるまちづくり計画とどのようにタイアップしていくかが課題であり、最低でも10年で三陸沿岸道路の全線開通を進めるとのことです。建設が進められている三陸沿岸道路が全線開通すれば、気仙沼から仙台間の所要時間は国道45号線を利用した場合の220分から130分へと大幅に短縮されます。全線開通すれば地域の防災ルートが確保され、救急車の病院への搬送時間も短縮されます。観光事業も新たな展開が可能になるでしょう。九州では現在大分県や宮崎県を通る東九州自動車道の整備が進められていますが、交通事情の悪い地方にとって道路整備は重要な課題です。三陸沿岸道路だけでなく、岩手県の三陸鉄道や JR 東日本の管轄である常磐線の一部など、震災以降寸断されたままの公共交通ネットワークはまだまだあります。建物や港湾施設、下水道の整備も今年から本格化します。東北のインフラ復興で建設投資を増えると、当然機械設備や耐久消費財などの需要も誘発するため、国内需要は拡大すると予測しています。地元だけでなく、全国から数多くの建設業者が参入してくることが予想され、そこから新たなビジネスチャンスが生まれることは間違いありません。以上、IB 事業部の近藤がお伝えしました。